にちは。人からわかる3分美術史。今日は藤原の雪成について勉強していきましょう。藤原の雪成、972年生まれ。平安時代中期の公家書家であり、和洋書道の大成者として知られます。雪成は円融天皇時代の天禄3年に生まれました。家は藤原北家であり、祖父の藤原惟忠は摂政と太政大臣を務める名家でありました。しかし雪成が生まれた年に惟忠が亡くなり、雪成3歳の頃に父親である藤原の義高も若くして亡くなると、雪成は母方の祖母であった源康光の下で育ちました。叔父には崋山天皇の側近であった藤原の義親がいました。その縁から雪成は崋山天皇の侍従となり、14歳の頃には朝殿を許されるなど出世の道を歩みました。しかし986年、藤原兼家の謀略により崋山天皇と義親は失脚しました。この事件は神田の変と呼ばれ、雪成の立場にも大きな影響があったと見られます。995年、23歳の雪成はクロードの党に抜擢されます。クロードの党は天皇の秘書官であるクロードを束ねる長官であり、極めて名誉な役職でした。これ以後の雪成は清少納言や藤原道長の友人ともなり、文化人としてまた政治家として雪成は存在感を高めていきました。雪成の作品を見ていきましょう。白紙仕官、1018年、雪成47歳頃の作品です。雪成は小野道風に私塾し、道風が築いた和洋書道を引き継ぎました。本作においても金星の取れた優雅さを重視した和洋の書となっています。本能時期、楷書、行書、草書の3つの書体が使い分けられ、手本として書かれたと考えられています。雪成は1028年に56歳で亡くなります。後年の雪成が世尊寺を建立したことから、雪成の子孫は世尊寺家と呼ばれ、その書風を世尊寺流と名乗るようになりました。世尊寺流は宮廷において最も権威ある書風として知られるようになり、藤原定信をはじめとした書家を輩出しました。雪成は小野道風、藤原助政とともに和洋書道を確立させた三席として評価されました。現在においても三席の一人として、また和洋書道の大成者として知られています。以上、